こんにちは、渋谷店スタイリストの木村宗也とアシスタントの、迫田智樹です。よろしくお願いします。はい、今日は初登場さこちゃんです。よろしくお願いします。どこチームですか？鈴木大二郎さんチームです。はい、のメインアシスタントをしております。お願いします。よろしくお願いします。今日はこのおぼ、なんすかこのおぼっちゃん、もろ髪が切ってなくてどれくらい、これもう2ヶ月2ヶ月半ぐらい経ちますね。マジ結構経つね。結構ずっと切ってないです。はい、そんなさこちゃん今日は動かします。かっこよくなるんでしょうか。さあどうなるでしょう。使う16ミリでやっていきます。強めに入れていきます。とにかく動かしていきます。ハーフアップだけどチラシみたいなスタイルで、最近この夏モテるスタイルでいきます。最近何？最近ミシナさんのアップバンドが爆発的に流行ってるんで。そうですね、ショートアップバング、はい、サコタアップバング絶対流行んないですよ、これ。流行らせましょうよ。もう2ヶ月ぐらいワックスつけたことないです。ド直毛だね、はい、直毛です。サコちゃんはライブで毛が硬いです。ブリーチしてるにもかかわらず蚊だいぶ。そういう方はね、特にねカールのアイロンをしっかりと片付けをしないと、ワックスつけた時に取れやすいようなタイプの髪質の方なので、根元からしっかりと自分が思っている以上にカールをしっかりとつけてあげることがおすすめです。でトップは内巻き、外羽、内巻き、外羽と角度を変えて全体的にランダムな感じのカールを出して作っていきます。結構同じ外羽でもこう迎えるアイロンの角度を変えてあげるだけで束の出方は全然違うので、ぜひ外羽のみとかのセットとかも多いと思うんですけど、それに飽きてきたなっていう、アレンジが効かせたいなと思う人はぜひ角度までこだわってあげるとまたアレンジも効くので参考にしてみてください。こんなセットめっちゃ久々です。声ちっちゃくね。あー、めっちゃ久々です。結構届かないですか？いや、いつもそんな感じじゃな、そんな感じでもない、まあ、普通はそういう感じか、さこちゃん。はい、皆さん知ってました？こんなイケメンがいますよ、渋谷店には。何やってたの、さこたは。さこたはずっと今まで学生時代。学生時代ですか。部活はサッカーやってましたけど、あんま中学校の時は出てない感じで。試合に？いや、練習とかに。練習とかに出てないの？出てなかったっすね。で、高校生でちょっとまた頑張って、スポーツ、反スポーツ男子でした。スポーツ系みたいな。なるほどね。サッカー何年ぐらいやってたの？サッカー小学校5年生から小5、小6、中1で中3の終わり、高1、6年間ぐらいですかね。これをバックと横にも、結構バック苦手な方多いと思うんですけれども、外羽もトップもここはもうアップステムで、外羽で中心でやって大丈夫です。
結構まあアイロンも重要なんですけど、結構スタイリング剤が鍵を握ります。これ後ろ内外ですか？いや外、うん、基本外です。内外入れちゃうと結構みんな難しいと思うので、朝とかも結構忙しくて結構後ろまでこだわれねえよっていう人はね、変に内巻きとかも入れないでできるようなスタイル、この夏躍動感あふれる系スタイル、躍動感系スタイル3個だ持ってたっしょ。いや、そんな、はい、こんな感じに外羽を全体的に入れていきました。さこちゃんどうなるんでしょうね、こっからね。すごい奴隷キャラみたいなはい、今日選択するワックスはエッジ。なんでエッジ使うんですか？躍動感出したいから。つや系やった方がかっこいいでしょ。はい、いや、何いや、エッジがかっこいいっす、ほんと。エッジがかっこいい、はい、頭おかしいんじゃないいやもうショートの方はすごく簡単です。後ろから馴染ませましょう。さあ、中間から毛先をまんべんなく、本当に直毛とか髪の硬い人っていうのはカールを本当に強くつけておかないと、ワックスつけた時に取れちゃうので、本当に取れやすい人とか、まあ、すぐ取れちゃうんですっていう方は自分が思っている以上に本当に強く入れてあげるといいです。ちなみにさこちゃんは2ヶ月髪切ってないんで、重たい、髪が重たいなっていう方でも外羽を全部して躍動感出してあげれば、束の逃げ道を作ってあげられるので、スタイルとしてはかっこいいスタイル作ることは可能です。でもたださすがにもうそろそろ切った方がいいかなと、はい、あと、2ヶ月間セニングもしてないです。ついてもないですね、まあ、逆に、まあ、こういうブランドな感じのスタイルもありですね。ちょっと久保塚さんのウエストサイド、なんだっけ、ウエストサイドマスク、ウエストサイドパーク、パークキング。でも毛量いい人だったら2ヶ月間ぐらいでこんぐらいになりますよね。すごい重たくて、本当にでも髪重い人とかあんま空いてない人とかたまりがある人っていうのはしっかりとワックスをなじませてください。メンズはワックスの剪定とこうなじませ方と時間がだいぶ大事になってきます。はい、山田君。はい、ありがとうございます。痛くないですか？全然痛くないです。はい、はい、全体なじませたらアウトラインからほぐしていきます。ほぐし方なんですけど、結構もう規則性つけなくていいです。結構耳上からトップにかけてっていうのであって、そんなあんまりすいてもいないので、もうこれランダムな感じが結構かっこいいと思うので、あんまそこまで作り込むというか、そんなに触りすぎない方が重い人は結構チルスタイルかっこいいので、結構ね、案外整えすぎてしまうと、作り込んでしまうとかっこよくないので、あんまこう散ったまんまがかっこいいので、こう外羽で躍動感出すようなスタイルっていうのは、なのであんまりそんなにいじりませんけど、いじりませんけどかわいい。でもトップからフロントにかけてのこの
めっちゃ見えてるけど、武田さん。はい、もうわざとやってんじゃねえかぐらいな勢いして。で、鉢回りを潰すとかっていう、その頭の形のひし形を作る上でのポイントは絞って、作っていきます。さあ、完成しました。この角度のアングルがすごくかっこいいです。このショートレングスでモヒカンもできてアップバングもできるスタイル。はい。で、中心に寄せながらも動きは出るというようなね、ちょっと躍動感あるようなスタイルになっております。どうでしょうか、このバブルアップウルフ。さっき言った名前違うんですけど。違うか、バブルアップウルフ。バブルアップウルフ。はい、後ろと横も見てみましょうか。はい、横もただ散らして、毛先だけつまんであるだけです。はい、横もこんな感じで散っております。いや、夏はちょっとやんちゃしたくて躍動感がね出したいと思うので、ぜひ皆さん、まあレイングスに関わらず、外跳ねで行ってあげると、結構スタイル決まりやすいので、まあ、カットありきですけれども、皆さんぜひ試してみてはいかがでしょうか。いかがでしょうか。はい、では本日はスタイリスト木村とアシスタントの迫田と愉快な仲間たち。もうおらん、もうおらん。はい、通って愉快な仲間たちと、と京奈ちゃんでお送りいたします。京奈ちゃん反射で見える。はい、反射で見える。はい、もうわけわかんないです。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録とよろしくお願いします。反射で見える。いいね。はい、バイバイ。反射で見える。